今日はですね、ちょっと辛い話なんですが、それはその日本人に辛いんじゃなくて、日本人の指導者ですね。例えば東大の先生とかメディアの人たち、それからまあいわば非常に威張っている評論家、それから文化勲章受賞者、まあそういったですね、日本のトップの人たちに対して非常に辛い論評を不遜にも私がするということになるわけですが、この前からずっとこう調べておりますとですね、今まで私はちょっと考えつかなかったことなんですが、戦前は日本はですね、軍事で一生懸命やって戦争になった、戦争に導いたのは誰かとかですね、そういう話があるわけですね。で戦前は、軍部が威張っててファッショだったっていうようなことも言われるわけですね。戦後は、まあ、平和な日本が訪れたというふうに言われているわけですが、そのこう考え方、日本人の考え方がいつ変わったかということを調べてみるとですね、恐るべきことに戦争に負けたから日本人の考えが変わったんじゃなくて、東京裁判というアメリカがやった、まあ、いわば東京リンチと私呼ぶべきだと思うんですね。その連合軍が勝った連合軍が負けた日本とかドイツを裁判した、その後に変わってるんですね実は。でその憲法論議今されてますが、例えば平和を守れとか憲法9条どうとか、こういった思想もやっぱり実は終戦とともに生まれたわけじゃなくて、東京裁判後なんですよ。もちろん戦争に対するものもそうなんですね。それからファシズムということはよく言われるんですが、まあ、戦前の日本というのは実はファシズムじゃなかったんですね。あのドイツとイタリアはそうでした。ドイツとイタリアと一時同盟を結んでたことはそうですが、日本の体制はファシズムじゃありませんでした。だけど日本の戦前のことをファシズムだというのも、これもやっぱり東京裁判後なんですね。で現在の、まあ、小池都知事なんか典型的なファシズムなんですが、もちろん昔の共産、日本共産党、日本社会党っていうのもファシズムなんですね。東大の人たちですらファシズムです。それから私は昔、丸山正夫先生みたいに非常に偉い先生、まあそういった偉い先生がいっぱいおられたんですね。他にも思想家の先生、まあ、その先生方の言うことに私も納得してたんですけども、これもやっぱり今考えてみるとファシズムで、東京裁判後に出てきたんですね。あの戦後に出てきたんじゃないんですよ。日本が負けたからじゃないんですね。で東京裁判というのは連合軍が周到に用意して、まずアメリカ軍が日本を占領し、その強権で、戦前の資料や合戦札を全部焚書工事焼き捨て、そしてアメリカ軍の検事、主にアメリカ軍の検事が来て取り調べ、そして、日本というものの思想をアメリカ流に解釈して作り上げ、そして裁判に臨んだのが東京裁判なわけですね。だから、憲法論議も戦争論議も日本ファシズムかどうかということも全部ですね、実はそのアメリカ人が作ったものなんですね。いやつまりね、これをずっと読むと僕は情けなくなってきたのはですね、日本人っていうのは自分で考えを作るってことができないんですね。ですからまあ受動的な場合、戦前のようにですね、四方八方から攻められた場合はやむを得ず立ち上がって戦った、日露戦争なり大東亜戦争なりっていうのがあるわけですが、自らが将来像を描くという哲学を作るというのは、かつて江戸時代はですね、思想家というのが存在しましたが、明治になってからはあまりに西洋文明が強かったので、日本人は自らの思想というのを作ることができなくなってしまったんだと思うんですね。したがって戦争に負けた後も、戦争に負けたということがどういうことなのかということがなかったわけですね。だから日本の戦争が何をもたらしたのかというシリーズを私まだやってて、途中で止まってはいるんですが、今考えてるんですけども、まあ、その第2弾の日本の戦争は何がもたらしたのかと考える上でいろいろ勉強をしてますと、非常に驚いたことにぶつかった。それは
日本人の戦後の思想、私なんかが勉強した戦後の思想っていうのは実はアメリカ人が作った思想だったんだと。アメリカ人の思想を日本語に直したものが、いわゆる戦後の平和思想、憲法9条の思想なんかであった。つまり東京裁判で議論され、そこで形成された思想そのものをただ単に受け継いでいる。だから私の本の東条英機とナポレオンなんかもそうなんですが、なんで東条英機とナポレオンがこんなに違うのか、評価が違うのかっていうのは、実は東条英機がやったこととナポレオンがやったことに差があるわけじゃなくて、ナポレオンの評価はフランス人がした、東条英機の評価はアメリカ人がしたんですね。それを日本人は両方ともそれをただ引き継いで、ナポレオンの評価はフランス人の評価を受け入れ、東条英機の評価はアメリカ人の評価を受けているので、私が東条英機とナポレオンという本を書いたようにものすごく大きな評価に差があると、まあ、いうことになったんだなと、まあ、つくづく思ったわけですね。つまり東京裁判によっていろんなことも具体的なことも明らかっていうか、これは嘘だったんですけど、南京虐殺だとか慰安婦の問題だとか、まあ、その朝日新聞なんかがとか NHK なんか報道してきたことの多くがですね、これが東京裁判上の東京リンチ上の議論なんですよ。それはねやっぱりひどいですね。しかしそういう議論をした人たちが日本で尊ばれ評価され、まあ、文学勲章をもらったり東大の教授になったりしてたと、メディアがそれに習ったと。いやこの前の戦争、大東亜戦争ですね、アメリカの検事がいろいろ書いてますけども、非常に不思議だっつってんですね。一生懸命調べた、有罪であるかどうかを調べた、しかし分からなかった。なぜかっていうと、例えば政府の要人、軍人ですね、全部調べても誰が戦争を始めたのか分かんないっつうんですよね。これはだけども受動的だったから良かったわけです。 ABCD 同盟で日本が締め上げられたので、それに対抗するという形で大東亜戦争をしたっていうことは日本人できるんですよ。しかし日本人自らがこれはこうなんだっていうことができない。誰も戦争を好んでなかったのに戦争が始まってるって言うんですね。アメリカ軍の検事は最初はですね、戦争しようと言った人がいるはずだと思って事実を調べたら、その言い訳じゃなくて、軍人とかそういう人が言い訳してるんじゃなくて、本当に見つからなかったんですね。戦争しようという人が見つからなかった、証拠もなかった、変な国だというのがこのアメリカの検事の感想なんですね。その戦争を始めたというおかしな感想と、私が今度感じた、あれ戦後の思想というのは全部東京裁判でアメリカ人が作った思想じゃないかということが分かったのと似てるんですね。裁判で日本人の考えができたんですよ。だから変なんですよ。アメリカ人は日本の9条を決めるときに、まあこういうのは一応決めとこうと、だけどもそのうちには日本は憲法を改正すると思ったら70年経っても改正されないというのを、やっぱり東京裁判でできた思想が今でも残ってるってこと。いやこれちょっと分かりますですかね、ちょっと私の言い方が正しいかと。戦争に負けたことによって戦後の平和とかリベラルな思想ができたんじゃなくて、東京裁判によってアメリカ人が言ったことによって日本人の思想ができたってことなんです。私まあ歴史でも何でも科学でやるっつってるわけですけども、科学っていうのは思想または感情が先に立って物事をやった場合は科学にならないんですよ。やっぱり科学っていうのは事実とか論理が先に立って、そして作っていくわけで、科学が出来上がった後その科学によって思想または感情が湧き上がってくるというものなのに、順序が逆になっちゃってるんですよね。ですから自分で科学を事実を積み上げ整理し、論理を組み立てて思想を作るということは明治以後の日本人にはできなかったと、今でもできてないと
ということになろうかと思います。